んにちは、フォルティウスの小野寺香穂です。今回はカーリングのショットの種類についてご紹介します。カーリングのショットは大きく分けると2種類あって、プレーエリアにストーンを止めるドローショット と、ストーンを弾き出すテイクアウトショットの2種類があります。はい、ではドローショット系から紹介していきます。まずはドローショットです。ストーンをハウスの中に止めるショットで、カーリングの基本的なショットになります。はい、次はガードです。ハウスの前に止めるショットです。自分たちのストーンを弾き出されないようにしたり、相手のコースを下げるために使ったりします。次はカマーラウンドショットです。通称カマーと言いますが、相手のまあガードストーンだったり自分たちのガードストーンの裏にこう回り込んで、相手になかなか弾き出されないようにするショットです。次はフリーズショットです。目標とするストーンの前にピタッとこう止めるショットです。まっすぐぴったりくっつくと相手に簡単に弾き出されなくなります。はい、最後はビッグショットです。センターライン上にはないガードストーンをずらすショットです。主には後半エンドの高校チームが、使うショットです。次はテイクアウト系です。ドロー系に比べるとちょっとウェイトが速いショットになります。まずヒット&ステイです。相手のストーンを弾き出して自分たちのストーンをその場に残すショットです。次はヒット&ロールです。通称ロールと言いますが、相手のストーンを弾き出して自分たちのストーンを、少しこう動かすショットになります。次ランバックです。ガードストーンをこう飛ばして相手のハウスにある相手のストーンを弾き出して自分たちのストーンをそのハウスに留めるショットです。狙うストーンがこうガードストーンからの距離が遠かったり、あと狙う角度がこうきつくなるとさらに難しい難易度が増します。ピールです。目標のストーンを弾き出して投げたストーンを、ハウスのプレーエリアから出すショットです。だいたい、勝ってる時によく使うショットで、あとは高校の時に、相手のストーンが一つだけ残ってる時にブランクしたい時に、ピールショットをしてブランクに持っていく時によく使います。最後ダブルテイクアウトショットです。相手のストーンを2個弾き出すショットです。ちなみに3個出すのはトリプルテイクアウトと言います。では実際のショットをご覧ください。常に素早い予測だったり、判断力が求められます。投げたストーンの状況を見て、その場で、プランを変更したりする対応力が求められます。狙った通りにいけば、もちろんいいんですけど、ミスショットになってしまったりすると一気にこう展開が変わってきてしまうので、そういう部分もカーリングの面白い、点かもしれないですね。はい、今回はここまでです。ショットの名前を覚えると、カーリングの、試合観戦がすごく楽しくなるのでぜひ覚えてください。ではショットのおさらいを見ながらいきましょう。次回もお楽しみに。